将棋将棋の先方、拒尾車拒否車船囲い急線46、銀左先方46銀左先方は、将棋の先方の一つ。一車船囲い急線の一種で43銀型の島飛車、三間飛車に、対して46銀3五歩を絡めて、突破を狙う作戦である。単に、46銀左先方というと島飛車に対するものを、指すことが多い。基本図は46銀と出たところ、 本校では一例として五二金型の定石を解説する。なお、振り飛車が四一金の形で待機しているなら三二金と上がったり、四一金のままで戦う作戦もある。また先手も六九金型の他に四六銀とでの前に六八金として相手に行って多く刺される戦術もある。以下の四歩四六銀に早くに三二一飛車を回して三五歩に、 後手は四五歩や四二角などやもしくは三五同歩、同銀と進めてから四二角六四角、あるいは三五同歩同銀四五歩三三、角なり同比で、三六歩なら六四角、三四歩同銀四四銀なら三二比に四歩、四三銀からの反撃を見る手順がある。基本図からは、後手は五四歩の他に六四歩や三二銀、一二甲や四五歩などもある。本譜は五四歩、 三五歩、三二飛、三四歩、同銀と進み、六四の地点に角を転換あるいは角打ちの反撃を用意する。第一図からの変化第一図からは三八飛に四歩、同歩、三八飛とするのが定石。八八角で五七金引きなら四三銀と飛車交換を挑んで、五手有利。以下は三三飛なり、同桂、三四歩に、同銀、三一飛。 といった進行が一つ考えられる。ただし、基本図で54歩とせず、12項を選択すると57銀引きの代わりに55銀でい、飛車有望。第2図まで手順は、昔から、ある定石だが、振り飛車がさせるとされている。以下は77銀、27角、37飛、45角なり、41飛、52銀、11飛なり、25桂六一61飛なり、同銀右、 三二比なり、三三金などの進行が一つ考えられる。二、この二四歩三八飛は二筋が突き捨ててあるため、居飛車の攻めは複雑になり、振り飛車側にも様々な手段が生じる。一、と、同じく四五歩から反発する手なら三三角なり、同飛、八八角、四六歩、三三角なり、三七歩、同飛、三六歩と進む。 この形では二度目の三三角なりに同形と、すると三四比、四三金、二四比と回られてしまう。そこで成り角を取らずに三七歩、同比、三六歩と飛車を釣り上げる。これに同比なら四五銀、三五比、三三桂、同比、五六銀で振り飛車有利となる。そのため、第四図からは三四馬三七歩成、同形として、 お互いが飛車を手持ちにする展開となる。この激しい、裁き合いから三九飛、四一飛、五一金引き、二一飛なり、変えて六一馬には同金、六二金、七七銀、同計、八九角、六八玉、三五角から金を回収して、後手優勢。八八銀、同玉、六九飛なり、七九銀、四六歩、六八金、七九竜。 同玉、四七歩正と進んで、五手は次に五八の地点に金を打って早いので、五手がいいと言える。他には、第三図の四五歩で二二角や三六歩などが、知られている。二二角は一、と同様の四五銀が生じる。三六歩の意味は、以下同比、四五歩、三三角なり、同比とし、八八角に四六歩と銀を取ると、やはり三三角なり、同計、三四比。 四三金に四比が生じるので、八八角には三五歩と抑えるため。したがって、先手も三三角なり同比に、自人格を打たずに五七銀と引き、後で八八角やに二,二角を狙うなど、いか難解な戦いが続く。三の三五歩から銀を繰り返る戦術は、先手が第六図の形に組んで四五歩からの仕掛けを狙う、ものであるが、 このように組ませてから仕掛けられると振り飛車側が不利になるため実際には後手振り飛車側は第5図で3七銀引きには3四歩3五銀4二角六四角などまた3七銀上には3八歩同飛4五歩などとして第6図の陣形に組ませない順を進める以下3三角なり同飛5七銀3五飛36銀3二飛3五歩6四角に八角。 同角なり同広六四角三七角四二、角などの進行ではさらに以下に六角に、後手は六四角とし、三七角に四二角の繰り返しで千日手に持ち込むこともある。対三間飛車に対して四六銀三五歩を狙っても四六銀に四三銀と角頭に備えられて、対四間飛車より一手損をしてしまう。後手三間飛車に対しては四五歩早じかけが、 成立するのでこの先法はあまり刺されないが、先手三権飛車には四五歩早仕掛けが通用しないため、たまに用いられる。基本図1のように飛車側が後鉄外での六四銀で、以下六七銀七五歩となる展開は、その後の進行も島飛車の時と同じような展開になる。ただし、先手ぶり飛車側は島飛車の時に比べに手多く、刺している感情なのであるが、 以下手順に4七金とすると左辺が弱くなり、かえってい飛車側の速攻が決まってしまう。また4七の負がついているので、先手の角が6八から4六といった反撃する、手段も消されている格好になっている。このため、7五歩に、先手は6八角もしくは同歩同銀には6、八角ではなく6五歩か、3六歩や1六歩、1八甲などの手待ちをして5八の金を動かさない。 手を刺すことが多い。一方で、6七銀が遅れているのを見て6四銀ではなく、7五歩といきなり仕掛ける手もあり、これは加藤ひふみが得意としている。7五歩に同歩6四銀の進行は先手が裁くのが容易でない。一カ島飛車の時のように7四歩とすると8六歩、同歩7五銀6五歩6六,六,六銀で決まる。 従って六四銀に六五歩として、以下七七角なり同比六五銀六七比七六銀六六比八七銀なりで、この後は八三歩同比六五角は八四比、八七角八八角でいい勝負となる。このため、七五歩には六七銀と立つがそこで七六歩と、取り込む手と六四銀と力を貯める手があり、いずれも見ま飛車よが、定説ながら研究が進んでおらず未解決の部分が、 多い。例えば7六歩ならば同銀に7に飛として6、7銀で7三銀の時には9五角があり、以下9四歩には7三角なりと行く手がある。また7三銀に変えて6四歩から6三銀も、あるが6五歩7七角なり同飛7五歩に6、6角として4四角に7五歩と裁く手が生じる。6四銀以下の展開は、上記と同様になる。 イメージと読みの将棋界にによると、平成以降2010年までに、この7五歩と仕掛ける戦術は18局刺されていて、先手の8勝9敗戦にちてとなっており、実は意外と有力な手段となっている。検討を担当した6騎士でも、作戦として佐藤康光や藤井武氏は有力視しているが、渡辺明は、こうした急戦もやったらやったで悪くはないと思うが、 先手三権飛車には飛車は穴熊にしてそもそも振り飛車から動いてもらうのが冷静であるとしており、羽生義春や森内俊幸らは先に飛車が七筋に回って待ち構えているところへの仕掛けが無理をしており、こうした急戦の仕掛けとしての違和感と仕掛けた後の展開の難しさを感じており、谷川康二も確かに成立はしているがやはり仕掛けた後の攻めが難しい印象を受けている。 特に本書でも森内が懸念し、他の定石書でも先手の旧互角が有力な手段として知られているが、一方で、藤井はこの角が出る手の味が悪く、先手を持って自信がないとし、拒否者等は穴熊ばかり指しているが、なぜもっとこうした後手番急戦を指さないのか、将棋の解明とファンの期待に応えるという意味で、指すべきとしている。ありがとうございます。